ここでは先生がスケジュールを決められます。さまざまなスケジュールを選択して生徒さんたちと一緒に時間を過ごすことができるんですよ。まずシャーレのオフィスに移動してみましょうか。スケジュールを実行すると、そのスケジュールに参加した生徒さんたちとの絆ポイントが増加します。スケジュールの実行回数には制限がありますので、その点に注意しながら決めましょう。最初はスケジュールを実行できる回数がかなり限られていますが、ロケーションランクが上がるにつれて、よりたくさんの、そして様々なスケジュールを進めることができます。それでは、今実行できそうなスケジュールを確認してみましょうか。ここで全てのスケジュールを確認できます。うまくスケジュールを行って、様々な報酬や絆ポイントを獲得しましょう。ここに来れて嬉しいです。百鬼夜行の文化と友達と、そして先生に会えましたから。この研究が終わったら、次は先生のことを研究してみたいな。先生のためなら悪い子になってもいい。僕様の研究は全て機密事項だけど、先生になら少しだけ見せてもいいのだ。にゃん先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。おお、いらっしゃい。いろいろ仕事が溜まってるよ。おお、いらっしゃい。よく来たね、先生。にゃん先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ごきも時間もたくさん使っちゃった気がしますけど、先生といると得した気分です。ここでは先生がスケジュールを決められます。よく来たね、先生。
く来たね、先生。相変わらず苦労が多そうだ。